えー、さて次ですね今度は不正アクセス禁止法ですね。えー、不正アクセスこれはですね一般には計算機をこう乗っ取るとかですね人の計算機に入って不法に入るということですね建造物法侵入の計算基盤みたいな感じで取えられています。で、えー、意図はですね本来使用するべきでないユーザーによってその計算機が使用されてしまうこと。 あるいはですねその人はこういう機能は権限で使えないはずになっているものが使えてしまうことですねでこれは日本では平成11年にこの法律ができて犯罪となりました不正アクセスの禁止法です、ね、まあ簡単に言うとこう ID パスワードを不正に使用して入るそれからですね ID パスワードを入れずにセキュリティホールをついて入ると、えー、犯罪だったわけです。でそれまではですねデータの改ざんなど具体的な被害を伴わないで単にあの ID とパスワードをゲスしてログインするだけであれば犯罪ではなかったんですね。入ってデータを消したら先ほどの電子計算機損壊と 業務妨害になりますけど入って覗いて見て回るだけだと犯罪ではなかったと思いまとで,すで不正アクセス禁止法はですね大きく3つのことを犯罪と規定してます一つはですね他人の ID パスワードですね本来自分のものでの ID パスワードを盗んだり盗用したりしてそのものを使うということですね。それから 成りすまし以外の攻撃手法を用いて認証サーバーを騙すと具体的にはセキュリティホールをついてその計算機に入っちゃうとそれからですね3つ目はあ,のそのある計算機そのものがですねそういう ID パスワードを持ってるんじゃなくてその前のネットワークゲートウェイみたいなところでですね ID パスワードを使って認証してで その先の先ネットワークはもう認証を受けたら何でも使えす。そういうのをですね、えー、もう同じく犯罪だと言ってます。でプラスですね不正アクセスを助長する行為として ID パスワードですねこれを端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたりルフする行為これも違法です。 まあ、例えばですね皆さん何んかの時にこうこのシステムに入る ID とパスワードはこれですよって一人一枚紙で渡されたとしますこれを大事に持っておいてくださいねとところが皆さんの友達がですね誰かがそれを机の上に忘れて帰ったとあいつはほやなというところまでいいんですがあいつはほやなって言ってこうツイッターに写真付きで載せたらですね、はいえー、管理者以外の人間に漏らしたりルフする行為ということで30万円以下の罰金と。 いうことになりますあの、まあ、あのいわゆるバカッターって言われることはありますけど、ね、あのバカッターでもです、ね、写真上げるだけで違法っていうのはそんなにないんですが、まあ、このパスワードを上げるっていうのはもうたちまち確実に立件されますからくれぐれもご注意ください。 で今ですね ID パスワードと言いましたけど実はですね、えー、と ID パスワード以外にもいろんな認証方式がありますそれは上田先生の講義で出てきますこれを一応ですね法律では全部書いとかなきゃいけないよね、えー、識別符号という概念を定義しています識別符号というのはですねこう当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号これ普通のい我々の常識でいうとパスワードのことです それから当該利用権者等の身体の全部もしくは一部の映像または音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号、ねまあ、いわゆるこう音声認証とか指紋認証とかこれはバイオメトリックスですけど、まあ、法律で書くとこういう書き方せざるを得ないんですねあとこう当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス権者が定める方法によって作成される仕事、まあ、こう手書き署名なんかを使って認証する。ただでですねこれで全部の技術が カバーされてるわけじゃなくてなんかこう USB の鍵を挿すとどうかとかねあるいはこう電子証明書みたいなのがあって実はこの法律ではあまりきちんとまだ書き込むには至ってません、まあ、そういうものをですね識別符号としてアクセス制御機能というのが定義されていますまあ簡単に言うとですねコンピューターがこう特定利用というですねその認証を受けて使用する時の利用に関して識別し 符号を確認してですね、えー、制限を解除すると識別符号によってユーザーを認識してユーザーごとに使用できる機能を制御するこれを使ってですね、えー、先ほど言った三つのことが法律条文でいうとこういうふうに書いてあります、ね、他人の識別符号を入力してやっちゃダメですよそれから、えー、特定利用の制限を免れることができる機能、ねまあ、いわゆるセキュリティホールとかそういうとこを使うのも ダメですよとそれから3つ目がこうネットワークに関して認証サーバーがあるときにその認証サーバーで、えー、制限を抜けたらその先のコンピューターに対するアクセスも同じく不正アクセスですよということです。で、えー、今の法律でですね禁止されたことはですね、まあ、いわゆるなりすましですね ID パスワードの盗用パスワードクラックそれと脆弱性これは全部ダメです。それから先ほど言ったパスワードね人のパスワードを漏らすと、まあ、いうの行為も ダメですえー、と自分のパスワードを他の人に漏らすこれは犯罪ではありませんもちろん利用規定違反ではあるんですけどそれそのものは犯罪ではありませんでもね、えー、人のパスワードを拾ってそれを管理者とその本人以外の人に漏らしたら犯罪だというのが先ほど言ったことです、まあ、ただですね先ほどの不正アクセス禁止法では、えー、カバーできないのとして例えばセキュリティホール あのコンピューターにこんなセキュリティホールがあるよっていうことをですね、まあ、例えばねネットでつぶやくこれは犯罪ですかっていうと、えー、それ自身は直ちに犯罪であるとは言えません。ただまあ皆さんですね、えっ、ー、とそういうことをえするのはまあ、普通はあの控えるべき行為だっていうことはわかると思います。これ気をつけないとですね、悪意を持ってそういうことを言ったことによってその相手のコンピューターが えー、被害を受けるということを認識してやったらですね威力業務妨害っていうのが適用されることがありますあるいは犯罪ではな,らなくてもですね、えー、訴訟を受ける可能性がありますあとですねウイルスとか、えー、マルウェアをばらまく行為っていうのはですねこの不正アクセス禁止法ではありません、ね、で DDoS 攻撃は、まあ、威力業務妨害を使うのが普通ですでもう一つ注意しななきゃいけないけですね えー、そもそもですねアクセス制御があってそれをこう乗り越えて入ったら不正アクセスなんですねパスワードを設定されてませんでしたとかねあるいはもう自命なパスワード ID と同じパスワードがついてましたとかパスワードの文字列はパスワードでしたとかそういうの,のの時はですねそもそもアクセス制限がかかっていると見なされなくて、えー、犯罪と。 立しししてててももらえないいここととがありますのでこれも管理者側として注意してください別に法律ができたからといってですね、えー、皆さんのコンピューターがですねあの法律が守ってくれるわけじゃないんですね、えー、法律はその破られた時にそれを取り締まる手段を提供するだけであって、えー、日々皆さんのコンピューターは狙われているということですでさて、えー、と関連する話ですねこれ2009年の事例です 三菱 UFJ 証券の元システム部社員が顧客情報150万人分を持ち出しと5万人分を売却というねこれ当時一大センセーションになった事件で三菱 UFJ 証券って大手の証券会社ですねこれのシステム部の元部長代ですこれがですね顧客データ150万人分を持ち出してですねその分の5万人 分を打ったんですね、はいでえー、これはですねいわゆる有料顧客ですね、はい、あの流出した情報の中にですね職業とか年収区分とかが入ってるんで、まあ、お金持ちの人の名簿っていうので非常に高く売れると。でこの社員は何をやったかというとですね部長代理でシステム部の部長代理なんですね。で 自分はですねそのデータ直接アクセスできる権限なかったんですけども、ね、障害対応目的だとか言って、えー、自分とは別の社員のですね ID とパスワードを悪用してですねサーバーにアクセスして、えー、データを持って入ったと、まあ、持って、えー、出たということですねで。ちなみに何が起こったかというとですねこの 三菱 UFJ 証券はですね5万人に対してお詫びの印に1万円のギフト券を贈られましたまあね個人情報を漏らされた方としては1万円でちょっと許せんのかって微妙なところですけど、まあ、1万円ぐらい来るとねうんまあちょっと得したかなと思う人もいるかもしれませんでもね5万人に1億1万円ですから全部で5億円ですよね結構すごいですよねででもこれはですねあの 150万人のうち5万人だったからですね1万円だったんですね150万人全部のデータが漏れててそれに対して1万円払うと150億円でそうするとさすがにですね三菱 UFJ 証券もちょっと大変ですよねまあただ5億円っていうのは大きいですけどそれだけじゃなくてですね、まあ、弁護士費用とか、えー、機関投資からの発注減少などでですねこ70億円になるということだそうですちなみにあの部長っていうのはその5万円 5万人分のデータを売って何十万円かもらったということでね何十万円かのためにです、ね、三菱 UFJ 証券は5億円とか何十億円とかの損害を被ったということになります。さてえー、ということでですね今の話は不正アクセス禁止法違反がこの社内の ID の登用に対しても適用されたのでなんですが。 少しここで話を転じてですねこう個人情報の持ち出しみたいなものを規制するサイバー法制の話に行きたいと思いますそれがですね先ほどちょっとお話した不正競争防止法ですで、そもそもですね、えー、今みたいな顧客名簿の持ち出しそのものは犯罪かという考え方がありますでそれに対してですねも、えー、と元々はですねそういうデータをですね持ち出すことそのものはですね違法では なかったんですね例えば顧客名簿として印刷されているものを持っていったらそれはもう名簿を盗んだことになりますだから窃盗の罪になりますだけど名簿をですねでそこでじゃあ盗んでいいデータとしてですね盗むっていう概念が成立するには何が要件かということで最初に規定されたのがこの不正競争防止法の営業秘密です。 えこれはですね秘密として管理されている生産方法販売方法その他事業活動に有用な情報または営業上の情報であって公然と知られていないものを言うと、まあ、例えば、ね、老舗の料理屋の秘伝のレシピみたいなものですねあるいはですねえっ、ー、といわゆるファーストフード店の接客マニュアルみたいなものねあれあのマニュアルさえ を通しておけばバイトトでも翌日からシフトに入れると、そういうある意味営業上のノウハウが詰まっていますそれがこう輸出するとですね同じビジネスモデルを他に真似されてしまいますよねそういうことのないようにですねそういうものは営業秘密として保護されていますで先ほど言いました顧客名簿みたいなものもそれに該当しますでそれをですね秘密とするためにですねまず その秘密にアクセスできる人間が限定されていること社内でもですね、もう誰でもアクセスできるというのは営業秘密とは見なされませんある特定のポジションの人がアクセスできるかつですね秘密にアクセスするためには何らかの特別な手続きが必要であると常になんかね机の上にほったらかしにしてあるのはダメでなんかこう金庫にあるとかねあの鍵付きのロッカーに保管してて特別な時だけ見るとかそういうのが必要ですであとですね、 なんか知らない間に見ちゃったっていうことのやりにして見た人はそれが秘密だと分かってあこれは持ち出しちゃダメだなっていうことが分かるとこの3つの要件が満たされていると営業秘密として保護されます。で具体的にはどういう保護かというと平成2年の段階ではですねそれをやったら損害賠償請求をする、それから差し止め請求ですね、まあ、例えばそのデータがですねライバル企業に行ってそれを使おうとしている企業に対して使うなということができるということです。 でとはいえですね今の話では弱すぎるの分かりますよねまず犯罪じゃないですよねそこでようやく平成16年になって今から12年ほど前ですか、はいえー、この営業秘密の不正流出に関してですね罰則がつきました、えー、それまではですね、えー、窃盗罪は物だけだった先ほど言った通りですけどだから電子データをですねあのメディアを盗んだらダメですけど自分のメディアにコピーして持って帰るのは罪じゃなかったわけです でそれに対してこの平成16年の改正ではですね、えー、不正競争の目的で営業秘密を使用したり開示するとかですね、えー、営業秘密をですね、取得するですね、えー、それから営業秘密を逆にですね、開示を受けた者がですね、えーその 不正競争の目的でですね不正に使用するこういうことを罪として規定しましたで今、えー、お話したのがですね平成15年の改正で平成16年からですけどそれがですねまた翌年にもですね17年18年21年と次々とですね、まあ、段階的に強化が進んでいます、えー、とその一例で言うとこれはですね、えー 諸葛官庁の経済産業省から出てた資料ですけど、えーとですね、何が問題だったかというと例えばこのですね右側ですねえっ、ー、とちょっと G T サインでもともとはですねこう不正競争の目的でっていうのが要件なってます、ね、だったんですね。 えー、競争する関係にない第三者に開示するとかですねあるいはですね、えー、とこの情報ですね秘伝のレシピを例えばこうネットに公開したらですねこれは別に不正競争の関係にある人に開示してるわけじゃないですよねでもそれを開示するとですねダメージを受けませんそういう嫌がらせみたいなことが処罰できないねあともう一つはですねえっ、ー、とあそうかそうかえー 外国のですね外交官みたいな人が絡んでですねこの営業秘密を盗むっていうのもあるんですねまあ、その外国の外交官みたいな人は当然ながらその自分とこの企業にその情報を流そうと思ってやってるわけですけども外交官の人そのものはですね競争相手ではないので立件できなかったみたいなのがありますまあ、そういうことを対応するということでまたちょっとこの平成 二十何年に改正するということが行われましたで今お話ししたのはですね民間企業の場合ですけども一方ですね国の場合には違った話がありますこれはですね2012年のハローワークの職員ですねハローワークの職員が国家公務員法の守秘義務違反というのに問われた事件ですね。 えー、ハローワークにですね、えー、このデータ情報漏えいする目的でですねバイトで入ってですね、はい、全国でですねこう職歴情報の取得するそういう会社からのですね依頼を受けてハローワークに登録された情報を見てこの人はこんなところに勤めてたよみたいなのを流すというですねある意味、えー、悪いこと考えるなというようなことをやった人が 国家公務員法の守秘義務違反というので捕まったということですね。で今ちょっとお話ししましたようにですね個人情報の漏洩はっていうと日本にですね個人情報漏洩罪っていう罪はありません個人情報漏洩をするとどこの企業も大騒ぎになって社長が謝らなきゃいけないですけども、えー、漏洩そのものにですね罪っていう概念はありません。 もちろんですね、個人情報を取り扱い事業者が適切な管理をしなくてかつですね、大臣から改善命令を受けたのにそれにも従わないときにはですね、罰則というのがあるんですがそこまでいくことは非常にまれですで、じゃあ、情報漏えいというのはですね、罪にならないのかというとそうではなくてですね、不正競争防止法の営業秘密先の話にしてありますし国家公務員法それからですね、行政機関の保有する個人情報保護の法律 独立行政法法人人等のの保保有すすするる個人情報保護に関する法律というのがあります、えー、とスライドに書いてませんけど、ねえー、例の、えー、特定秘密っていうのもこれに入ると思うんですけど、まあ、個人情報と仕組みでは、えー、あんまり関係ないかもしれませんがで皆さんにちょっと注意していただきたいのはですね、えー、独立行政法人等にはですね皆さんのいる京都大学が該当しているということです。 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律ということですね、はい、大学がですねそれを持っている個人情報をですね、まあ、あの不適切に外に出したらこれはまずいわけですけども具体的にはですね独立法人等の役員もしくはこれらの職にあったものというのと えー、受託業務に従事しているものまたは従事していたものということで例えば皆さん方がですね大学で研究室にて研究してました研究の時にですね、えー、いわゆるこうその情報をですねうっかり漏洩してしまったとで純粋に学生としてやってる場合にはこの法律には直接は当たりませんが えー、わずかでも借金をもらってやってると皆さん方はこの大学の職員非常勤の職員という扱いになりますからたちまちですね、えー、罰則規定がかかかりますなんかね、えー、研究室で実験したらこんな人が来たよってこうつぶやくと単なるですね先生に怒られるだけじゃなくて警察沙汰になるということなので、えー、くれぐれもご注意くださいね。 あともう一つですね独立行政法人等の職員役員または職員が職権を乱用してですね職務以外のように供する目的で個人の秘密に属する事項は記録された文書図画と収集したらですね、えー、1年以下の罰金1年以上の懲役、ねまあ、例えば私がですね皆さん方の、ねえー、顔写真大学が持っている顔写真データベースにアクセスしてですねイケメンの やつだけちょっと顔写真抜こうとか言って集めるとこれは単なる趣味ですから、えー、けしからんというです、ねえー、大学の職員としての不適格だけではなくて明確に法律に違反したということになります。